婦女急通り魔袖岡明子という名と二十歳という年齢を言った以外彼女はどうしても口を開かなかった大熊川に溺れかけているのを通りかかった人が発見して 彼女を市の病院に運んできた時には彼女は下肢の状態からやや冷めていて幾分あたりを弁じ始めていたその時に病室に入ってきた警官に彼女は答えた「袖岡明子二十歳」こう答えた時彼女はベッドの上から彼女の周囲に集まっている人々を見回した 白衣を着た若い宿直の医者と2人の看護師とそして今彼女に身分を尋ねた人が警官であって手に持つ手帳に彼女の答えを記入しつつあるのを彼女は明瞭に意識した本席は彼女は答えなく目を閉じた医者は彼女の脈を取った脈は強くかつ規則正しく打っていた 警官が医者を見て聞いた。大丈夫ですかもう大丈夫です警官は心持ち口を彼女の耳に近づけた本席はその時彼女は目を閉じたまま身を動かして人々のいる方に背を向けたその身動きが明らかに意識的であったのを感じた人々は互いに顔を見合わせた さあ、一通り答えなくてはいかん。本籍は警官はやや叱る口調でこう言ったが、彼女は何とも答えなかった。医者は看護婦にちょっと合図をしたから警官に言った。私たちは遠慮しましょうか。もう大丈夫ですから。警官はちょっと考えたが、ほどたっていった。そうですな。 そううししていただきましょうか。医者は看護婦を促して病室を出た廊下の外は窓を透かしてしぐれがみぞれになっていた病室に残った警官は医者たちの足音が遠ざかるのを聞いて彼女の肩にかけてある布団に手をかけたもう誰もいないのだ正直に話さなくてはいかん本席はどこですか 現住所は彼女は口を開かなかった彼女の肩が長いため息をするように大きく動いた話さなくてはいかん正直にいつかは話さなくてはならんことだから彼女はやはり答えなかった警官は手帳をポケットに入れてやや腹を立てたらしく彼女の肩をゆすったさあ 話すのだ手数をかけさせるものではないさあ、早く言うのだ彼女は口を開かない警官は病室内を見回したベッドの枕に近くぶら下がっている呼び鈴を見出して警官はそれを押した遠く呼び鈴が冬の夜を鳴った 廊下を近づいてくる看護婦の草履の音が部屋の外で止まってドアがギーッと落として開いた御用ですか看護婦が恐る恐る警官に聞いたああ私はちょっと署まで帰ってきますこの女を気をつけてください逃げられるといけないからはい 看護婦は薄気味悪そうに部屋に入ってきた警官は剣を握って部屋を出て行った看護婦はベッドに近づいたさらさらと雪が病室の窓に当たった看護婦はそっと手を伸ばして病人の脈を握ったその時彼女は少し笑顔を見せたそれが一層看護婦にはすごかった 私逃げはしません看護婦はブルブルと震えながらその声を聞いたベッドの女が目を開けて看護婦を見た看護婦は恐ろしくなって12歩下がった私の着ていました着物はその声は常人の声と変わらなかった今乾かしています そう、色が冷めるわね病人はまた目を閉じた看護婦は今病人の言った着物を思い出したそれは薄い色の派手な羽織と対の着物であったそのたもとの中には石が入ったまま病院に運ばれてきたのであった看護婦は壁に寄りかかりながら 美しい彼女を見つめながら寒さをじっと耐えていた2宿直の若い医者は畳の敷かれた宿直室へ帰ってきた同僚の一人が夕食後遊びに来ていたのを中途で彼は病室へ行ったのであった炉の火はカンカンと赤く燃えていた 僕の番だっけかな宿直はこう言って足のない5番に座った。ああ、君の番だ。どうした今の病人は。大熊川へ身投げをした女さ。美人だよ。東京から来たんだろう。水はあまり飲んでいないんだ。大丈夫らしい。巡査が来て調べている。 いくつくらいだ十七八にしか見えないが、自分では二十歳だと言った。それからあとは巡査が何を聞いても答えないのだ。聞いては気の毒だと思って遠慮してきた。そうか。そうやろう。二人はガラガラと小石を握った。この寒空に身投げをするとは、水凶だな。そうさ。 ちょうどそんな石をやってこうやられるようなものだよ待った待ったここだ2人は口から出まかせな雑言を交えながら石を並べていた廊下を草履の音がして宿直室の戸が開いた看護婦が顔を出した先生巡査さんは変わりましたが付き添いはどういたしましょう 脈は医者はパチリと石を置いて看護婦を見た80くらいです緊張もいいようですそうかそんならば今夜は君らが気をつけてやるさでも巡査さんが逃げられぬようにしてくれって言ってましたが逃げるものか一度死に損ねると決して二度やるものじゃない。 まあ、大事にしてやれよ牛乳を温かくして持ってってやりたまえそしてカイロを足に入れてやりたまえ君らだっていつ身投げをしないとも限らないよ情は人のためならずだ医者はこう言いながらもパチパチと石を置いていた看護婦がドアを閉めて去った何だこうか そうさあ、んまり美人の身投げに夢中になってるからだ。厄介なことになったなあ大丈夫だと思っていたのに。どうだねこう負けかなあにこれはどうだ。そいつは聞くよ。おい、石を音ばかり変えてくれ。あ,あ よかったな。とうとうこう負けか。こいつはどうだ聞くだろう。聞かないよ。つないでしまえ。ちょっと待ってくれ。待てないよ。そんなことあるものか。いや、待たん。ドアがぎーっと開いた。先生なんだ 宿直はまだ5番を見つめたままである。今の人が先生にお目にかかりたいと言っておいでです。おい待てよ。こうはまだあるんだ。ダメだよ。投げるか投げるものか。先生どういたしましょう。今行くって言ってるじゃないか。一大事だ。おい待てよ。 またん今日だなあよし投げたもう一度やれちょっと待てよ今すぐ来るからああ宿直の医者はスリッパをスースーすりながら廊下を出て行ったさ<ん>先生 一方なならぬお世話になりました。秘密に先生にお願いがありますどうぞお聞き願います宿直の医者はそばに立つ看護婦に目くわせをした看護婦は医者の心を察して静かに部屋を出て行った学校を卒業してすぐにこの病院の助手として赴任してきた彼はまだ2 5五6にしかならなかった 今夜初めて若い事情のありそうなみなげを取り扱ったのであった女が言う言葉を聞きながら同情を表するとともに好奇心もかなり手伝ったのは確かであった承知しましたもう誰もおりません私きりです何でも伺いましょうありがとう存じます彼女は笑顔をさえ見せた 見投げをした女とは思われぬほど晴れやかさを見せてきた私せっかく身を投げましたのにこうして救っていただいてしまってこれからどういたしましたらはいいのでしょう彼女はたちまち悲痛の極みの表情にかえって涙さえ目にあふれたどうしてあんなことをなさったんです先生 どうかそれだけは聞かないでくださいそれを申すくらいならば私殺していただいた方がよかったのですから医者は事情のありそうな彼女の言葉に心を動かされた強いて伺わなくてもいいのですどんなわけか知りませんが死ぬのは間違っています医者はこう言いながら 自分の言葉の一向意味をなさぬのを思ったでも私死ぬしか他に法がなかったのですからそしてこうして助けられてしまいましてどうしたらばいいのかわからなくなってしまいましたさっきも巡査さんに身分を問い詰められて私困ってしまいましたうっかり自分の名を言ってしまいまして 私どうしたらばいいかと一心に考えていました先生どうか私がさっき申しました名は嘘の名だったと警察へお話し願えませんでしょうか医者は当惑してしまった何と答えていいのか迷ったそんな嘘は言えません彼女は急に目を大きく見開いた 嘘ですって。私がさっき言いました袖岡亜希子っていう名を先生は本当の名と思っていらっしゃるんですか医者は頭を殴られるほどに驚いて彼女を見つめた命がけで私は身を投げたのです巡査などに本当の名を言うとお思いになりますの彼女の方には霊賞さえも影を見せた 袖岡という名はお友達の名なんです。私でたらめを言ったのです。本名など言えやしません。彼女はこう言い放ってた後、布団を頭までかぶって声を立てて泣き出した。医者はこの女の言葉が次々と意表に出るので、好奇心よりも不愉快にまでなってきた。小気味よくさえ思って。 彼女が泣くのを聞いていてた。先生お恥ずかしゅうございます本気になって行き先のことをご相談するのにどうして身投げをする気になったかもお話しいたさなくてはいけませんわね私恥を忘れてお話ししますわ医者はにかわ漬けにされたようにそこに立っていた先生 私は何という馬鹿なんでしょう。私は何ということをしてしまったのでしょう。私自分がわかりません。私は東京のものです。父も母も亡くなってしまいました。おばに引き取られて三年ほどいました。そしていとこ、大学へ行っているいとこを。彼女は、 ゆるようなまなざしをして天井を見つめた私はどれほどあなたを思っていたろうどれほど私はあなたを愛していたろうそれをあなたは私を捨てたんですいいように私をおもちゃにして捨てたんですそうしてあなたは私をゴミのように捨て あの人に走ってしまったのです。先生。私はもう死ぬしか道がなくなっちゃったのです。昨夜そっとおばの家を逃げて出たのです。私は死んで恨みを晴らしたかったのです。先生。私は今朝この町に着きました。そしてうろうろと、 野良犬のように雨空の下を町中歩き回りました。そうして、やっと日が暮れたので、私は死に場所を探して歩きました。私は大熊川の湖畔で散々泣きました。そうして、河原で石を拾いました。その石を一つ一つたもとに入れました。 石を拾いながら世の中を恨みました。そしていとこを恨みました。悪いいとこを恨みました。私は、私は何という不運うな女でしょう。真っ暗になるまで、河原で石を拾っていました。畜生、悪党め、何という悪党だろう。 今死ぬために石を拾っている私をわしのように後ろから来てさらっていったそして私を私を彼女はうつ伏せて布団に倒れて背に波を打たせて泣いた医者は我を忘れて彼女に近づいたそんなに泣くといけませんさあ落ち着いて眠らなくてはいけません 彼女は突然泣きやんきだ。先生それはご無理ですこれが泣かずにいられますか私はいとこを憎んでいましたあの人ほどこの世で悪い人はなかったのですけれどもいとこの心はどうあろうとも私は私はただあの人の女として死ぬつもりだったのです それを横いから出てきたあの悪魔のために私は私は彼女はまたも火のつくように泣き出した医者はその泣き声が隣室にまで聞こえはしないかと不安に耐えられなかったさあもう眠らなくてはいけません医者は他に言う言葉がなかった この部屋にをいるさえも気味悪くなった彼女はしばらく泣き続けていた医者は釘付けにされたようにベッドのそばに立っていた20分ほどして彼女は泣き濡れた顔を上げて医者を見たその顔には女らしい諦めさえ見えていた先生失礼しました 私もう諦めました何事も運なのでしょうもう決して死ぬことなどは考えません私力強く生きていきますどうか今私の申しましたことはお心一つに乙女をき願います私すっかり落ち着きましたすみませんが 何か眠り薬を一つお願いいたします。ええ、そうなさい。誰にも晴らしませんから、安心していらっしゃい。医者は呼び輪を押した。看護婦が来た。アダリンを0.51方持ってきてあげたまえ。医者は部屋を出た。廊下を歩きながら彼は看護婦に言った。 今夜は気をつけたまえよだいぶん興奮しているようだからだいぶん長かったなあ悪いのか宿直室に待っていた同僚が炉に炭をつぎながら帰ってきた宿直に行ったそうじゃないんだだいぶん流れちゃったよ そうか。そしてまた君が十分に同情を寄せたんだろ安価なセンチメンタリズムで。そんなことないよ。だが、世の中って変なものだな。それ見たまえ、だいぶん頭が変になってるじゃないか。一体どうしたんだ見投げをやるなんて。一通り聞いたがね。気の毒だから話さないよ。 あやしいな。ま、一晩その女のために泣いてやるさ。もう11時過ぎた。明日またもんでやろう。帰るぜ。そうか。おやすみ。同僚の帰り去った宿直室に彼はとこも敷かずに炉の火を見つめながら考えていた。差し迫った彼女の心が、 彼女を東京から立たせたことさえも無理ではなかった「女には恋しかない」と今まで聞いてきたことを目の前に見せつけられたように思われたそして身を投げる前に突然起こった彼女の不幸事は何という悲惨事であったろうそうして身を投げて救われてきたものを本人の心とは全く無関係に努力して 命を保たせなくてはならぬ医者の立場の無意味なのが彼には最も強く胸をついた死ぬより他に道がないと思い詰めた女を横合いから出て恥かしめた暴漢とそのために一層死を覚悟して死の道を急いだ者を得て勝手に救ってしまった自分とどちらがより悪人であろうか若い医者は 火鉢で灰をかき混ぜながら夜のふけるのも忘れて考えていた5不眠の夜が明けていた看護婦が宿直室のドアを打ったのは午前7時であった医者は床の中で返事をした看護婦がちょっとドアを開けてまた閉めた いいよ。なんだあの今警察の方が来まして昨夜の方を警察へ連れて行くと言っておいでですが警察医者は布団を蹴って飛び起きた寝巻機の上へ白衣を引っ掛けた後彼は柱にかかっている鏡で頭を直して廊下に出た一夜のうちに。 雪は大分積もっていた。彼は急いで病室へ行った。じゅさんが来て、彼女のベッドに近く立っている。彼女は昨夜水に浸かっていたのを看護婦が乾かしてやった。着物に着替えていた。どうなさるのですか？医者は巡査に聞いた。しまで連れて行くのです。もう大丈夫だそうですな。 医者は彼女をちょっと見た彼女は全く覚悟をしてしまったと見えて悪びれもせずにもう羽織の紐を結んでいたその様子が一層医者の心を動かした署へ連れて行く必要があるんですかもう大丈夫だと思いますがそれはもう大丈夫ですが署へ連れて行かずここで調べられないのですか 医者は巡査に対して明らかに反感を持っていた。所長の命令です。たとえ。いいんですよ先生。私警察なんかちっとも恐ろしくありませんもの。私警察へ行って家へ返してもらいますから。彼女の落ち着いた言葉を聞いて、若い医者は彼女にまで反感を持った。 黙って医者は立っているしかなかったお待ちどうさま彼女は巡査に挨拶した巡査は先に立って部屋を出た彼女はちょっと医者の方を見て媚びを見せて一礼して落ち着いた足取りで出て行った医者は物足りなさに胸の中をかきむしられて彼女の去った部屋に残っていた ふと見れば、彼女が昨夜信仰に倒れていたベッドが純白にそこに残っていた医者はフンの女王さえ感じながら部屋のドアをガチャンと力強く立てつけて廊下に出たもう彼女の姿は見えなかった医者は宿直室に帰ってまずい朝飯を食べてから洋服に着替えて医局へ出て行って 机の上にある宿直日誌を開いた。丸月丸日。しぐれのち雪。夜十時半、二十歳の女性大熊川に投身したるを担ぎこまる。水を吐かせ、体を湯たんぽにて温め、カンフル一等、自我連一等を非過注射。ほどなく意識回復す。 巡査来院袖岡明子二十歳と自白したる以外何も言わず夜11時半病院へ行き散々に泣かれて閉校す事情気の毒なりその他院内無事朝7時巡査来院等身女を署まで連れて行く彼女案外平気にて出て行く 狐につままれたような気がする彼は宿直日記に記入してから誰も登院せぬ前に診察室に出て行った看護婦がストーブに火を入れていたおはようございますああおはよう今日は雪で患者は少ないだろう彼はストーブに薪を投げ込んで扇で火をあおいだ火が炎を立てた シンクな炎を見た時彼はふと昨夜彼女がこの診察室に担ぎ込まれた時老狽してストーブに火をつけた時一枚一枚と着物を脱がせた時序盤が真っ赤であったのを思い出した今頃は冷たい警察で取り調べを受けているであろうと思うと目がぼーっと曇ってきた先生 昨夜遅く先生が病室へおいでになった時、あの人ずいぶん泣いていましたね。どうしたのです看護婦の声に彼は我に返った。聞こえたかい、寄宿者まで。いいえ、私昨夜あの病棟の宿直でした。そうか、気の毒だったよ。どうして自殺なんかしたんです そうだね。魔が差したんだろうなだが君らも気をつけたまえよあら私たちはどんなことがあっても自殺なんかしませんわそうではないのだ女はいつ自殺しなくてはならぬようなことができないと限らんよそれに女は一つことを思い詰めると隙ができるから余計に危ないのだ それはそうですね思い詰めると隙ができるのは本当ですわ気をつけたまえよえ看護婦は机の上の診察帽を一つ一つ並べていた午前9時に院長が元気よくドアを押して診察室に入ってきた「あおはよう降ったなあ」 おはようございます昨夜の宿直はストーブを離れて礼をした昨夜の宿直は誰だったろう私ですああ君かでは身投げが来たろうええ参りました今警察へ行ってきたよ困り者だなあの娘も 昨夜の宿直は驚いて院長の顔を見た先生あの女をご存じですかああ知ってるとも。あれは二本松の金持ちの娘だえっ二本松ですか東京だと言っていましたがそうかそしてまた君はそう信じていたのだね それからまだ何か言わなかったか言いました。身投げをした理由を。ああ。何を言ったか知らんが、みんな作り事だよ。あの娘は、毎月一度ずつ変になるんだ。僕は今、精神鑑定に行ったのだが、顔を見て分かったから、すぐに親へ電話をかけておいたよ。 君、途方もないことを言っているぜ。病院の宿直の医者にどうかされたようなことまで言ってるぜ。え<っ>昨夜の宿直は、色を失って倒れんとした。まあ、そんなに老媒することはない。いい経験だ。だが君、君が病室へ入ったときはいつも看護服はいたろうね。 宿直の医者は旗と当惑したそれを見て取った院長は大声で笑った「いかんねえ若い人はこれからは気をつけたまえよ言い訳がただんじゃないかまあいいさ23日すぎればあの娘も状態に服するからだが将来は気をつけなくてはいかんよ 院長は椅子に座った。さあ、始めよう。今日は患者も少なかろう。助手は診察簿を開いて机に寄ったが、不安に満ちた心臓がドキドキと打つので、部屋を出て医局へ湯を飲みに行った。